はい、皆さんこんにちは。生体ワイヤー生徒ケア代表の山です。この前、その関節心損傷の患者さんからのご質問いただいて、それにね、対して、こんなトレーニングやってくださいっていう形でね、紹介させていただいたんですけども、その中でね、関節心損傷のと対するトレーニングの動画を見てくださいって言ったんですけど、それがちょっとね、暗かったりだとか、あとは声がめちゃくちゃ小さかったりだとかでね、ちょっとこ分かりづらいというお声をいただいたので、ちょっともう一回取って、説明したいと思います。まあ、それでですね、このトレーニング自体は特に関節心損傷のためにするトレーニングっていうわけではないんですけど、ただ関節心損傷の方に対してとても、効果が出やすいトレーニングではあるので、なので今回その関節心損傷のトレーニングというね、ネーミングを使ってアップさせていただいてます。でそれでですね、関節心って関節心を損傷してしまう方の特徴として、肩が緩いという方が多いですね。なんでじゃあ肩が緩い方が関節心損傷になりやすいかっていうと、こう肩甲骨と上腕骨こうありますよね。でこの肩甲骨と上腕骨のこの間が動きすぎてしまうんですね。上腕骨が動きすぎてしまうんです。で動きすぎることによって、この関節心自体を傷つけやすかったり、するんですけれども、よく言うのが、肩の中で腕が暴れすぎるっていうね。そうするとインターナルインピンジ、関節の中で問題が起きやすくなってしまう。ですので、肩を安定させる、肩をよく締めるっていうんですけど、そういうのも結構重要だったりします。単に鍛えればいいってわけじゃないですよ。結構誤解されやすいのが、肩にいいと思って、ガンガン鍛える方いるんですね。YouTube でも出してる方いると思うんですけど、これははっきり言っておすすめしないです。ウエッジすれば安定する可能性はもちろんあるんですよ。がっちり固めちゃえばいいんで、アウターでがっちり固めればいいんですけど、でもその場合筋力がついたからスピードがそれで上がるっていう方もいるんですけれども、これで良くない方向に行く方も結構いるので、緩いっていう方は肩の中のこうインナー、よく言われるインナー、そこら辺を鍛えた方がいいんですけど、でもただインナーを鍛えるっていうのが、結構無意味で、これもまたね、かえって悪化させる要因でもあるので、これから言うトレーニングっていうのは肩を正常な動きを作りながらトレーニングをしていくっていうやり方なんですね。例えばね、皆さん、大体こう肩っていうのは、よく言う猫背みたいなね、大体肩は皆さん前に入ってたりしますよね。で腕も上げるときにやっぱりその状態だと、前方の情報、前方の情報ですね、こう投げる時にもやっぱ肩が前に飛び出てしまう、前に飛び出てしまう現象が起きるんですね。そうすると前側が痛いか、もしくは、後ろ側で挟まれてしまうとかね、そういった現象が起きます。これはもう整形外的に医学的に、私は今言ってます。多分皆さんそうした方が、伝わりやすいと思うんで、ですのでこの前の上に出てしまう問題を、解消するためにこのチューブを、ゴムチューブを使って、こう巻いて後ろで引っ張って後方の下方に引きます。でその状態で後方の下方に、強引に矯正しながら動かしていく。でそうすると、正常な動きを強引に作って動かすんで、それがね、反復してトレーニングすると動きを勝手に覚えてくれる。かえってね、皆さんがやってるっていうのは動きが悪い、正常じゃない動きの中でトレーニングしてるんで、あまり効果がなかったりする。ですのでこうチューブ、これ自転車のチューブなんですけど、このぐらいの強度ないとあまり効果ないです。こうチューブをね、巻きます。一周巻きますね。でこうやって後ろで引っ張ります。
で、この状態で上横下ろす、前上げて90度で横に移動して横で上げて下ろすといった形で負荷をかけていきます。しっかり後ろで引っ張ってですよ。しっかり後ろで引っ張って負荷をかけていきます。そうすると肩が正常な動きをしてくれて、さらに、まあ、抵抗がかかってるんで肩が締まってきます。強くなってきます。そうするとですね、肩が安定して、まあ、とてもね投げやすい状態になります。なのでね、まあこう、まあ、万歳しても、いつもよりこう引っかかりがなくなったりだとかっていうね現象が出てくるので、まあ、ぜひ関節心損傷の方にかかわらずですね、まあ、肩が痛い方っていうのはこのトレーニングをやると非常に効果が出ると思いますので、ぜひやってみてください。はい、ということで今日は関節心損傷に対する効果のあるトレーニングをご紹介させていただきました。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。